始まって始まって始まって30分セーフセーフよしこんばんはー テロップはそのまま出てきたものを打ちました握手会ありがとうございましたよしこんばんはどういうこと？<laughs> 握手会多分握手会って言って次に予測変換ががで,で 多分お腹がグーグー言ってましたっていうのを言ったのででグーグー言ってましたっていうのがスク変換に出てきてしまいましたこんばんはー皆さんこんばんはーめっちゃ浅井さんって言ってくださってるありがとうございます うんお腹鳴るキャラじゃないんですよ。でもすごい、授業中とかお腹鳴るのが、ミ、は、ト、あ、さんありがとうございます。あ、ミトさんちょっと待ってください。あったあったありがとうございます。あ、待って。赤いペンがない。赤いペンがないーなぁ。 マフの顔がすごい初見ですフォローさせていただきましたありがとうございます大きさよいしょちょっと待ってください街並みみたいになってるありがとうございますあおり,お,りおりんちゃんおりんちゃんおりんちゃんありがとうございました これは私のアバターです。前回もくださってたのにちょっと書き漏れていたので、一緒に私のアバター付きです。ウーパールーパー。ありがとうございます。すごい難しいアバターで、もうここがなんか歯切れ布みたいな柄になっちゃったんですけど、ありがとうございます。難しかった。ありがとうございます。 初コメです。ありがとうございます。今日はアクシ楽しかった。もう本当に楽しかったです。はい、次。えー、っと、こっちもだ。いらしてるかなまだ見てないんだよな。ありがとうこちらこそありがとうございます。今まはありがとうございます。本当に。レイカパパさん、ありがとうございました。と、これは一回書いたのを気に食わなくて書き直しました。 ありがとうございまーす。見てるかなイエーイ。ありがとうございまーす。あー、たくさん。マが。ありがとうございます。あ、今来ましたありがとうございます。間に合った。間に合、間に合ってないかな。ありがとうございまーす。そうなんですよ。今日の、今日のシーサーの絵も、もうめちゃめちゃうまく描けて、 自分でも何が起こったのかっていうぐらいうまく書けたんですよ。休憩時間にもだから一匹増やして、ハイビスカスも一匹増やしました今日は。たくさん増やして。最後の分の時は、最後の二部連続の時にはもうだいぶ豪華になってました。あ、届いた。よいしょ。あ、 めっちゃくるくるしてる。ヤシの木。ヤシの木。沖縄っぽいかなって思って、沖縄イラストで調べたときに、これが出てきたので、書きました。なんか夏っぽい。後ろに掲示できる感じ。イエーイヤシの木。やった。あと、 これはハイビスカスですね。で、どっちがこっちだろうどっちがどっちこっちかこっち、ハイビスカス。これはあ、これはちゃんと時間がある時に書き足したやつですね。色ちゃんと塗りました。で、シーサーが、あ、うまく書けてない方のシーサーだった。書き足した方のシーサーだった。うまく書けた方のシーサーにしよう。うまく書けた方のシーサーが、これです。うまく書けました、本当に。 もう審査書こうか書かないか迷って、で、あのもう全然、あの、うまく書けそうになかったので、諦めようと思ったんですけど、書いてみたら意外とうまくできたので、書いちゃいました。明日行けたり行くね、お待ちしてます。ありがとうございます。ちょっと待って、まさんの集計が追いついていない。えー、っと。 ちちょっっっと待ててくださいねちょっと間違えて押しちゃったよしよし今日も本当に楽しくってえっと6部間違えましたあ6部以外は当日券が使用できたんですけどあの今日初めてちょっと気になったから来たよって言って来てくださる方もすごいたくさんいて本当に5部とかは本当にたくさんの方が来てくださってもうめっちゃ嬉しかったですもう。 もうたくさんそのお待たせしてしまって申し訳なかったんですけどすっごい嬉しかったです楽しかったなよしょ待って本当に間違えてしてしまう待って揺れてる揺れてるごめんなさいごめんなさい明日もこの3日間のテーマを合わせてえっと 夏休みっていうのにしてるので、ぜひ3日間来てくださる方はぜひ3日間楽しんでほしいなって思いますし、どこか1日だよっていう人にも楽しんでほしいなって思います。夏休み気分を一緒に味わえたら楽しいなって思います。よし。えー、たくさん雲ありがとうございます、本当に。 としてくだ本当に待ってこれでいっぱいになりそう今日ははいということで明日しか県内も明日すっごい楽しみましょう当にいけない方のためにでモバメとかだったりとかあのチョルムとかで伝えられたらいいなって思います <laughs> 劇場だけの人はそれは劇場で 楽しさを伝えられたらいいなって思います。今日初めてアクシカいた。よかった。ありがとうございます。嬉しい。よし、それでは、一旦、まさんの発表させてください。りょうすけさん、ライドンさん、おばりょうのまくず、にくまかずひこさん、おまつとおるさん、こうじっきさん、こるゆきさん、れいかぱぱさん、じいふさん、つうつよさん、とむりんさん、あちゃまさん、にくま、よしかずさん、ほんけさん、にくま。ありがとうございまーす。 そうです、モバメでその分たくさん毎部終わるごとに送ろう送ろうっていうふうに思ってるので今日でも56分の間があれだったので送れなかったんですけどでも実は写真であの部数のポーズをしてたりとかしてしてたので。 えー、小木野優かさんにお会いできなかったんですよ。今日結構 NGT さんのメンバーさんにお会いしてたんですけど。ちょっと前パラからか、ら <laughs> ちょっと前パラだって <laughs>。ちょっと前からも応援取り始めました。ありがとうございます、本当に。ほぐらない見たよーびっくりありがとうございますびっくり。すごいもう、急遽一人で出ることになって、すっごい緊張したんですけど。でも、初めて占いっていうものをしてもらえて、 とっても嬉しかったです。なんか、ここの、んどこだこっちこっちか。これだこれのほくろが、今パラじゃない <laughs>。間違えちゃった。ここのほくろがすごいいいほくろらしくって、嬉しかったです。すごい緊張しました。めっちゃ緊張しました、本当に。 ゆいりさんと写真撮ってないです。ごめんなさい。そうなんですよ。会場で今パラも今の期間だったら流してもらえてるので嬉しいです。そう耳のほくろを言うのをすっかり忘れてて、もう緊張しすぎて、そう、戦闘、まさか一番だと思わなくて、16期生誰か行けるよって言ってもらえて、で、じゃあ行きたいですって言って行ったら、まさかの一番で、 びっくりします初見ですひろやさんありがとうございます耳の黒はここです映ってるここです言えばよかったですもう言うの忘れちゃった明日は手汗よりないそんなあのできる方が限られてます なんか有言、有限、有限実行じゃない、間違えました。なんか、言った方がいいって、なんか、叶えたいことは、声に出して言った方がいいって教えてもらったので、それなので、たくさん声に出していっていきたいなって思います。ね、明日じゃんけん、すんごい緊張します。私がじゃんけんするわけじゃないんですけど、すごい緊張します。 ねえ私が手汗占いですか私が言えるんですか私、手汗の量で判断するんですかこれぐらいの手汗の量なので、明日はいいことが起きるでしょうみたいな。あ、そういえば、あの、おみくじが販売されてるらしくって、あの、ちょこちょこ私のおみくじを持って、握手会のレーンに遊びに来てくださる方がいて、すごい。あれって、販売されてるんかなよかったら、いろいろ、 あの、大、大吉から大凶まであるんですけど、それぞれの表情を撮影していただいて、で、それぞれに一個ずつコメントを書いたんですよ。あれってランダムなんですかランダムなんですね。おみくじっていうのがなんか今多分会場で販売されてて、一つ300円なんですね。300円らしいんですけど、そうそう。 アナミのミクゃあたったハリマちゃんの。<laughs> 惜しいですね。アサイの方じゃない。大凶もあるんですよ。大凶の方もあって。そうそう。ランダムなんですね。じゃあよかったら、もしよかったら当ててみてください。でも大凶あの、大凶って言っても、あの、その大凶の表情をしてる私の顔を見てほしいです。<laughs> <laughs> それぞれにおみくじの顔が全部違うので見てほしいです。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。そうですよね。300分の1ぐらいの確率なんですけど。引いた方はもう、もう、あの、ラッキーです。もうめっちゃラッキー。今日はでもそろそろ終わろうかなって思ってます。 ぜひ気になった方は買ってみてください。明日のテーマは秘密でーす。でも、来てくださった方のお楽しみなんですけど、夏っぽいのにしたくて、今日はずっとこれを首から下げてました。これ。あーなんですかこれレ、レイって言うんですか このお花を首からずっと下げててすごいテンション高い人みたいでした。かき氷食べましたあの、聞いてください。あの、今日味ね沖縄レモンっていう味があったんですよ。で、あ、今日沖縄がテーマだし、沖縄にしなきゃと思ったんですけど、でもその近くにストロベリーって書いてあったんですよ。そしたら、やっぱり、 ス,ストロベリーにしてしまいました。ストロベリー練乳にしてしまった。すごい美味しかった。明日は割とテーマと服が全然違くて、服は私がずっと着たくて、ずっと温存してた服を着ようと思って。そう、申し訳ない。今日はお花お花で合わせたんですけど、そう、なかなか夏、あんまり、 私結構色の強い服を着なくってそうなるとやっぱりテーマと服が全然合わなくなっちゃうんですよ申し訳ないでもでもなんかそれで似合わない服を着るよりかは似合ってる服の方がいいかなって思うので楽しみにしててくださいそうそう今日はめっちゃセンスでしたもうスカートの丈も膝丈ぐらいのワンピースで。 すごい長めでした。お明日の、明日のね、あの、飾り付けのヒントがちょこちょこ出てますね。<laughs> 面白いですね、これは。本当に皆さん楽しみにしててほしいです。今日握手したけど、私足分からんかった。今日結構すごかったですよ。今日は結構すごかったんですけど。え、ね、ノープランでも全然楽しめるので。 ぜひぜひよろしくお願いします。何でしょう明日は明日はは何でしょうそうなんです明日はもう皆さん皆さんパワーを放出ですよ皆さんも一緒に私と一緒にパワー放出でであのー、ターヤにパワーを送ります2時50分ぐらいかな3時前後ぐらいかなかな。 そうなんですよ。結構今日先輩にもすごーいって言ってもらえたりして、装飾のことで声かけてもらったりして、すごい嬉しかったです。市川まなみさんが隣のレーンだったんですけど、すごいたくさん話しかけてくださって優しかったです。嬉しかった。そう、吸引パワーを、勝利を吸引してほしいですね。私も、 あの、じゃんけんをする前に、あの、予備予備戦の時に、あの、キュイーンってやった時に勝ったので。そうそう。あさって当日試験使えますよ。あさってが、どの、どの部も使え、る明日がどの部も使える日ですかねですね。そうです、そうです、そうです。で、あさってが最後の部だけ使えないのかな。 そんなことないそれは今日ですかねまた送ります調べて送りますそうなんです市川まなみさんが私の指差し棒を気に入ってくださってあれ指差し棒がない指差し棒がないんですけど来てくださりありがとうございますあっ,たあったあったあった そう、これを気に入ってくださって、たくさん持ってくださいました。嬉しかった。当時試験あると思います。当時試験明日は多分ずっとあります。<laughs> ママミン言うのママミンさすがだって。<laughs> めっちゃ声大きい。<laughs> はい。<laughs> めっちゃ棒読みじゃん。<laughs> もうちょっと。 もうちょっとね感謝の気持ちを込めない <laughs> めっちゃ高い声言ってるそれいつ使うのこれ今日本当に活用したんですよあの例の時にうまくちょっと手が足りなくて届かなかった時にあのテープをしっかりこういう紙とかをあの壁に貼るんですけどこういうのでちょっと若干これぐらいで届かないよって時にテープをこの辺をピッて押してここで止めるんですよ っていうので活用しました、今日は。ねえ。手が届かない時に使うものです、これは。今日本当に嬉しかったです。本当にたくさんの方が来てくださって、本当に嬉しかった。AKB のマウザーが使ったやつ、色違いええー、色違い そうです自己紹介 MC で言ってたやつでです自己紹介 MC で言ってたので今日は持ってきましたあとはあの自己紹介間違えました MC とかで結構沖縄の話をすることが最近多かったので多かったというか話をしたので沖縄にしちゃいました。 そう、おしまじで来てくださる方がたくさんいて、本当に嬉しかったです。なんかその時に、次は自分の、自分の名前が入ってるやつで買うねとか、また来るねって言ってくださるのが嬉しくって。そう、セーズケース新しいのにしたくて、今日そのせいで汚れちゃったんですよね。ドーンって落ちちゃって。これ100円ショップです。100円ショップ。村本さんのも100円ショップなのかな ショップ初見です。ありがとうございます。なおちゃまさん。あ、50分そろそろ、じゃあ、インタイムに行きたいと思います。ありがとうございます。サンドさん。よしよし。4050に増えて、そうなんですよ。フォロワーさんが増えて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。 ということで読み上げます。り介さん、ライドンさん、オーバーレブのまーくんさん、和彦さん、水戸さんとはありがとうございます。おまつとおるさん、こうじっきーさん、ころゆきさん、ライドンさん、本家さん、はるくんさん、はるかくんさん、えー、っと、よしかずさん、あちむさん、本家さん、り介さん、つよつよさん、とむりんさん、JF さん、花山さん、れいかパパさん、 みんみんタイがだいちさん、りょうりょうさん、つずぽんさん、しゅうかちゃん、ぬけがらさん、おもつとおるさん、ごなちゃんおしさん、よしかずさん、ふがさん、あずまんさん、ぽんずっぱーさん、かずひこさん。 とっととととととさやかちゃん、たえこさん、まさかずさん、おうちゃんさん、たくやんさん、りょうすけさん、たくやんさん、あ、待ちよした。二回やっちゃった。ライドンさん、そのべさん、ながながさん。ありがとうございます。そして、 めっちゃとどっとーってきてるんだ。く <laughs> まさん、つづぽんさん、とはがさん、ありがとうございます。はい、そして、そして、13位の方からお名前を呼びたいと思います。13位、こうじっきんさん、ありがとうございます。12位、りょうすけさん、ありがとうございます。11位、つづぽんさん、ありがとうございます。10位、れいかぱぱさん、ありがとうございます。9位、 トムリーさん、ありがとうございます。8位、フガさん、ありがとうございます。7位、オマツトールさん、ありがとうございます。6位、ライドンさん、ありがとうございます。5位、つよつよさん、ありがとうございます。4位、本家さん、ありがとうございます。3位、オーバーレブのマークンさん、ありがとうございます。2位、アチャムさん、ありがとうございます。そして1位は、ミトさんです。ありがとうございます。アバターがお揃いですね。ありがとうございます。はい、そして今日もランダムに、 見てくださった方の名前を呼びたいと思います。いきまーす。よし。りょうりょうさん、さやかちゃん、はねやまさん、そのべさん、のみおくんさん、マークスさん、よしかずさん、ぺんちゃんさん、まおみあみさん、ころゆきさん、ジえふさん、かずひこさん、ぬけがらさん、しゅんすけさん、しんくんさん、あきはさん、 は、マッチャさん、おうちゃんさん、ボンズッパーさん、かずちーさん、みんみんタイガー大さん、ごなちゃんおしさん、ありがとうございます。今日は2列目の方です。ありがとうございます。2列目、ありがとうございます。明日は、フォローした、ありがとうございます。えっと、今日、間違えました。明日は、えっと、先に髪の毛を結んで、 後におろしたいかなって思います。いつも最近は後の方がこういう髪型なので。どうやって選んでるの私の直感です。なんとなくここかなってあんまり列偏らないようにしてます。大丈夫なはず。はい、明日も、明日ちょっと個人的にあの工作をしたので ちょっと見に来てほしい。絵を描くとかじゃなくて工作をしたので、見に来てほしいです。はい。明日はツインテール。ポニーテールにしちゃうとすごい癖がついちゃうので、ツインテールからおろしにしたいと思います。明日は特におすすめ。もうどの日もおすすめなんですよね。全然違うんですけど。久しぶりに結ぶので、 ぜひ、お待ちしてます。明日は、当日試験全部の部使えて、1,2,5,6部なので、お待ちしてます。よろしくお願いします。そうです。私の、いつも例のところに交換ノートを貼ってるので、ぜひそれも、チェックしに来てくださると嬉しいです。それは、来てくださった方しか、見れませんということで、見に行かなきゃお待ちしてます。ぜひお話ししてきてください。 朝だけ行きます。お待ちしてます。はい。ぜひお待ちしてます。今日初めて来ました。ありがとうございます。えっと、そうなんです。写真は撮っちゃいけないんです。交換ノートの写真は撮っちゃいけないんですけど、ぜひ見に来てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。会えない方のためにも、やろうと思う、あの、ショールーム、今日みたいに短い時間なんですけど、やろうと思ってるので、ぜひぜひ。 見に来てください。会いに来てください。はい。ということで、最後にキャッチフレーズをやって終わりにしたいと思います。私が、いつも全力って言ったら、皆さん、ナーみンとお願いします。行きます。あなたの、ハートを、吸引したいいつも全力ナーみンありがとうございました。バイバイ。明日はじゃんけんの、 予備線もあるので、皆さん、私と一緒にパワーを、たやみさきちゃんにあげましょうありがとうございましたまた、明日も朝早いと思うんですけど、今日すごい、皆さん歩き疲れてると思うので、ゆっくり足を休めて、また明日元気にお話できたらいいなって思いますありがとうございました今日はずんちゃんのお誕生日でした。おめでとう。ありがとうございました ブルーライトですから、ブルーライトたくさん浴びてると思うので、ね、ゆっくりメモ休めてください。3131人の方と、たくさんの、たくさんのコメントと、星とギフトと、吸引させていただきました。ありがとうございました。ずんちゃんおめでとうです。本当に。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。ピッ。え <laughs> ピッ。